すいません今ね、なんていうのかな、こうね、どなんだっけ、ああいう効果、こう近くに出たり遠くに出たりみたいな、こうワオンワオンみたいな効果を狙ったんだけど全然ダメでした、すいませんでした。ということで始まりました、エルナビでございます。気づいたみんなね、もうクリスマスですよ。すっかり街はイルミネーションに明るいね、非常にいい季節になってきました。音楽の季節、そうですよ、クリスマス。そんなクリスマスなのに私は一人ってね、こうすごいでしょう、この流れ、この流れね。そうなんですよ、実は今日は私一人で、このエルナビをね進めようと思っております。などうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、今日じゃないな、この番組はニムリメソードの最新情報をもぎ立てでお届けする情報バラエティ番組でございます。お相手は私トムでございます。どうぞよろしくお願いいたしますね。まあね、いろいろ今ほらキャンドルコンサート近いじゃないですか。もうねチラシもありますよ。もうなんたって12月2日からキャンドルコンサートね始まっております。私の相方の重田千里ね、千里って言いづらい、ね、千里ね、重田千里、彼女はもうトッププレイヤーですから、今もうそのねクリスマスコンサートの仕込みに追われてるわけですよね。ということでね、私今日はね、私一人でねご案内しますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速行ってみましょう。ニーバリンに、違う違う、その前に今日はですね11月27日ということで、なんとモーションブルー横浜で弾録が演奏しております。イエーイ。ちょうど今始まったとこですよ、モーションブルーでね。いいなモーションブルー。僕ね冬のモーションブルーってね好きなんですよね。まあ、某あの小沼洋介さんとかですね、あの椎名淳平さんとかね、まあそのあたりのコンサートを冬によく見に行ったりするんですよ。杉山美沙とかね、ジャズがやっぱり似合いますよ。赤レンガもね非常にいいし、あのスケートリンクがちょうど隣にできますから、もう本当にもうねあの冬だなっていう感じしますよね。こんな季節はね弾録、弾録を聞くしかない。そんな冬の季節のね雰囲気と弾録の演奏と相まって非常に今素敵なコンサートになってると思いますのでね、まだ間に合うかもしれないよ、これを聞いて、横浜みなとみらいに今いるぞっていう方はですね、ぜひあの赤レンガ倉庫にですね、弾録のコンサート見に行っていただければと思います。さあそれでは最初のコーナー行ってみましょう。ニーバリンニュース、イエイ。一人って寂しい。さあじゃあ行きましょう。まずですね、終わったコンサート行きましょうか。11月15日、国際ニムリ芸術学院のオーケストラスタジオにてレッツスマイルトゥインクルのコンサートが行われました。なんたってねトゥインクル見ました、キラキラストリートすごかったでしょう。私収録にね立ち会ったんですけども、もう始まってから半年経ちますか、この毎回ね毎月毎月収録してますから、トゥインクルの音っていうのは、まあ、大体こう分かるわけ。例えば、イントロのね、チャン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 ってのを聞くとやっぱり、あうんうんトゥインクルだなってのは分かるんですけど、今回のね台湾から帰ってきて 2,3 日後だったかな、収録があったんですけど、もうねうっちゃんちゃんのねちゃんがね違う、音が全然違う。あー何これ誰誰みたいな、すごいの。例えて言うならわ、例えられない例えて言うならトゥインクルの今までのサウンドっていうのは保ちつつ、弾録の勢いとドリマーズ3世の音の厚み、これが全て重なったようなね感じでしたね。とりあえず音がね3倍ぐらいでかかったっす。びっくりしましたね。これがやはり約3週間ね台湾でツアーを行ってきたその成果、実力なんじゃないかなっていうふうにも思いましたね。ということで、凱旋コンサートレッツスマイル盛り上がったそうですよ。ということでね、これは実際の台湾公演の模様とか、例えば本人たちのねメッセージとかコメント、そういったものをですねキラキラストリート、トゥインクルのキラキラストリートアップしてますんで、こちらもぜひねご覧になっていただきたいと思います。さあ続いてのイベントですが、続いては11月の22日ですね、ギターギャラリー銀座にて展示会が行われました。これはすごいですよ。世界の名器ね、僕が気になってる楽器はですね、アグアド、フレタ、ロマニロス、ハウザー、気になりますよね。このあたりアルカンヘル・フェルナンデスとかね、いやー気になる楽器ばっかりですよ。もう超一級最高、もうねなんていうのかな、サッカーで例えるならクリスティアーノ・ロナウド、メッシーね、
ベイルね、もうそのあたりが全部いるみたいなね、ドリームチームね。今ね、野球も日本頑張ってますよね、プレミア12ですか、まあ現時点この収録してる時点では日本今はもうず連勝してますよね。あ、サッカーも勝ちましたね、ホンダとかね、金崎とかね、非常に今活躍しておりますけども、さあ、何が言いたいか忘れました、ということで、すごい楽器がとにかく集まってる、そういう、そういう総集編のギターギャラリーの展示会が行われたということで、これまたね大好評だったようなんでね、またぜひある機会があった時に私、こちらの方で放送しますんで、お見逃しのないようにですねしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、そして、11月の23日月曜日には国際リブル芸術学院にて、なんと春季定期演奏会本選会が行われました。これ何かっていうと、2月、毎年2月にですね、国際ニブリ芸術学院フィースワーク校東京校合同の実はイベントがあります。これ全員出演する、まあこのここは学校で一番でかいイベントですよ。こちらですね、本選会、つまりニブリ先生も加わって審査をするのね。この本選会に行き着くまでに予選会ってのがあるのね。そこで合格しないと本選会に行けないわけ。本選会を合格して初めてこのステージに立てるという、もう狭きもんですよ。100組ぐらい出るんじゃないですか、全部でね、そのぐらいすごいですよ。それの本選会が行われました。これは後日ですね、ちょっと特集してお送りしたいと思ってますんで、ものすごいレベル、最先端のサウンドがですね生まれる、そういった、イベントになっておりましたんでね、合格したいただきます。さあ、続きまして、続いてのイベントは、以上です。はい、以上ですね。さあ、ということでですね、この後のイベントはもうクリスマスね、ニーボくんもリギータちゃん、逆だったね、ニーボくんリギータちゃんもね、なってるようにクリスマスですから、クリスマスコンサートの特集を後ほどしたいと思いますのでね、ぜひともお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、続きまして次のコーナー、ブラリー。いやー、よう自分でも思いますけど、ようテンション高く一人で喋ってられるなって思いますよ。確かにね、大丈夫です。さあ、11月3日に行われました、ニーボリギターのポピュラーコンス、ポピュラー部門、いや、ポピュラーコース最大のイベント、ライブエナジー、こちら今年で25周年だったんですね。こちら熱く開催されました。こちらの模様ですね、私当日審査員としてお邪魔しましたので、その前にぶらりをしてまいりました。そして演奏の模様も少し、撮ってまいりましたので、こちら見ていただきたいと思います。それでは、ライブエナジーにぶらり。はい、やってまいりました、グラブチッタ川崎。さあ、今日は何の日か知ってるかな。はい、11月3日文化の日といえばライブエナジーでございますよね。多分ね、この辺にねポスターがこう貼ってあるんじゃないかな、ね、ないということで、ライブエナジーね、2015、ニーボリギターミュージックスクールポピュラーコーススペシャルイベントですよね。1年で一番大きなポピュラー化のイベントになっておりますよ。12時からオープン、早っ、12時半スタート。お昼が、だってもう今11時ですよ。もう間もなくね、なんとスタートしてしまうこの一大イベントを、ちょっとね、時間早いんですけどもね、ちょっとね探ってみたいと思います。ちょっと中に入ってみましょうかね。グラブチッタ川崎ですよ、これ。すごいですよね。あ、こんにちは。受付、あ、見て見て見て、ライブエナジーね。今年ね25周年ということで、なんと記念 T シャツもね、あ、ね、バンド名も載ってますよ。これあれですか、パンフレットみたいな感じですか。はい、一部いただいていいですか。はい、ありがとうございます。すごいかっこいいじゃないですか、カラーでね。あ、ニーボリ先生のことよ。今この世で最も人類が愛している楽器はギターです。いや、気になるねこれね。ぜひね、見てみましょうね。じゃあちょっと中にね、行ってみましょうか。グループのバンドの方をお呼びください。グラブチッタ川崎、こちらね、国際ニーボリ芸術学院のコーナーがありますよ。あ、田口先生、ひろみ先生、ひろみ先生、これでもう、あ、 T シャツ着てるね。ライブエナジーといえばもはやこの T シャツね。あ、っていうか、っていうかウィンさんも着てるじゃないですか。ダメダメですか。なんとね、見て見て見て、これトロフィー、盾、商品、すごいよ。最優秀賞はね、タスカムの MTR、 すごくない、これ。これ普通にこれレコーディングできる系でしょ、これ。やばいっすね。
あ、ペダルですよ、ドラマー賞は。キーボード賞は、すげえな。アンプ、あ、取れちゃった。取れちゃった、すいません。すげえ、いっぱいある。おっと、ベースギタリスト賞、エフェクター、すごいっすよ、これ。こんな、え、お、5%ですよ。すごいな。え、ギターケースも、すごいケース。いや、豪華ですよ、これね、今日ね、何バンド出るんですかね、全部ね、40バンドぐらい出るんですかね、その中でね、1番を決めるという、そういったイベント、あ、見て、T シャツ販売、すごい、あ、綺麗なお姉さんが、あの、小池栄子さんです。小池栄子です。T シャツ売ってます。すいませんでした。すいませんでした。無茶ぶりを申し訳なかったです。いやいやいや、無茶ぶりはすいませんでした。見てこれ T シャツね、25周年だって。これ25周年さ、もう今年しかないからね。これ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 、すごい。誰がデザインしたんですかね、これね、かっこいいね。誰ですかね。すごい、今日ロックですね。ロックですよ、全バンド、今日のね、出演するバンド全部書いてある。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。もうこれを着ればね、ライブエナジー、もう自分も参加してるみたいなね。おっと、なんだこれ。来た、体験レッスン動画ですかね。すごいレッスンムービーね。あ、これ体験レッスン、これね、レッスンがね、できてしまうというブースですね、これね。すごいじゃないですか。ギターもちゃんと用意してあるし。いや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 、素晴らしいですね。だから見に来る、見に来ても楽しいし、こういうレッスンも受け入れても楽しいし、1年でやっぱ一番ね、大きなイベントになってるわけですよね。お、ちょっと中覗いてみますか。すでに、おお、あ、ね、あ、あ、ね、あ、もう出演者ね、もうね、いっぱいいますよ、出演者ね。すごいよ。うわ、広い、会場が広い上に天井も広い。わ、そしてクラブシッターといえばあの星マークですよ。すごいね、あのスタッフが全員この T シャツを着てるんで、もう異様な盛り上がりを見せてる感じになりますね。いやいやいや、あそこにいるのは審査員の先生ですね。鈴木達也先生ですね。あ、ね、今日審査してくれるみたいですね。よろしくお願いします。嘘です。はい、審査しません。これからガイダンスがね、どうやら始まるということでね、今皆さん集まってますよ。まあ、緊張ね、してると思いますけどね、ぜひともね、頑張っていただきたいと思います。じゃあこの演奏の模様は後ほどお届けいたしますので、ぜひお楽しみに。それでは
ブラッター会長、ブラッター。さあということで、続いてのコーナー行ってみましょう。キャンドル特集。さあクリスマスということでね、クリスマスニーボリギターでクリスマスといえばキャンドルコンサートでございますね。チラシもポスターもありますよ。なんと今年で51回、我が国で最も長く親しまれているチャリティーコンサートとなっております。これね、語り始めたら永遠に語れます。ものすごいコンサート、意義があるコンサートでね、僕がどれだけやっぱりこうねテンション高く話したところで、おそらく皆さんにはね2割3割しか伝わらないと思います。そこでこの番組ニーボリテレビのオーナーであります、そしてニーボリギター創始者、そしてギターオーケストラ創始者のニーボリヒロキ先生、ニーボリ先生が始めました。このニーボリ先生にですね、直接このクリスマスコンサートとはどういうコンサートなのか、どんな意義があるのかというのを語っていただきましたので、こちらご覧いただきと思います。それではいきましょう、ニーボリヒロキのコーナー、どうぞ。皆さんこんにちは、ニーボリヒロキです。今日はですね、クリスマスが近づいてるんで、そのクリスマスのうちのキャンドルコンサートのことについてね、お話ししたいと思います。ニボリータ音楽院は今年で創立58年目、そして来年で59年、そして60年へ今ね向かおうとしてます。たくさんのコンサートをやってきました。だけど1回で終わったのコンサートもありますし、一番続いたのが12月にやるクリスマスのチャリティーのキャンドルコンサートです。でキャンドルコンサートというのは日本の音楽の世界に一つの新しい歴史を作りました。それは、最近の皆さんはね驚くかもしれないですが、今から60年前の日本のね音楽界っていうのはね、とてもね指揮者がマイクを持って皆さんこんにちはなんてやるのはねとても品がないって言われてた時代なんですね。まあ、そんな頃ニボリタ音楽が産声を上げました。で最初は私と共にもう本当に、今でいうボランティアかな、ボランティアで協力してくれるっていう人と、5、6人でやりました。でやがてですね、私のもとに就職をするっていう人が集まりましてね、合計7名で、音楽院創立10年以内、まあ、やってたんですね。ところがね、音楽をやる人は心がいい人が多いんだって信じてやってたのに、お金の問題なんかでね、心もっとない人が出て、僕はね、音楽で心を豊かにするなんていうのはね、もうもしかすると音楽は勝手に思ってんじゃないか、もうニボリタ音楽院創立して6年7年だけど、もうやめちゃおうかなとね本当に思ったんですよ。で学校の先生にも専念しようとかね、いろんな思いがありまして、じゃあやめる前に音楽の本場を実際にこの目で見てきて、行きたいと思いました。当時は今のように飛行機がどんどん飛んでる時代じゃないですよ。ですからもう音楽の本場、ロンドンやパリね、まあイタリア、ね、ローマも、いろんなところ行くのにね36時間ぐらいかかったんですよ。でもちろん和食はなしで、でそういうところ行ってザルツブルク、モーツァルトの聖地ですね、もうそこ行ってね心が洗われました。正直言ってビルがたくさんあるところが都会という考え方から言うと、ザルツブルクは今日だって、ややじゃない、かなり田舎です。だから今からね 4,50 年前の、ザルツブルクっていうのはね、昔、ヨーロッパの鉄道の代表的な田舎の駅で、駅って言うと皆さんプラットフォームでしょ、僕が言ったらプラットフォームがないんですよ、ね、それで駅だってんで驚いたんだけど、考えてみるとね、列車のステップはね1段2段3段ぐらいになってるのは
プラットフォームがなくてその地面に直に飛んで降りるためだったんですね、まあ、そんな時代とペッペングサが生えてる。別にその改札もないし柵もない、ね、でそこに、車が待っていて、そして僕の行きたい、ザルツブルク の、宮殿、ね、ミラベルパレスに行ったんですよ、ね、そしたらねそこで驚くべき、もうショックね、カルチャーショックを受けました。もう高齢者の方がね、やっと歩けるような人がね、みんなね、長い椅子に座って、そしてその宮殿で、弦楽四重奏を聴いた。バルトーク四重奏団、世界的に有名な四重奏団です。でしかも日本では、四重奏、弦楽四重奏っていうのは音楽の哲学っていうふうにねみんな思っていて、うーんってこうやって目をつぶってもう一番テッテッて聞くっていうふうに思われていました。私もね、たまに、見て、地味だなとは思っていました。ところがですね、このザルツブルクのミラベルパルス、お客様が100人入るか入らないかぐらいなんだけれど、宮殿です。天井ものすごく高くてシャンデリアがね並んでいて、そしてなんと驚いたことに、日本じゃ考えられないです。この4人の演奏者の両端にあの木のツリーですね、でそこに直径 1-8cm の太いねろうそくがこうツリー型三角形にね組んでる、確かね36個、そのろうそくの火だけでね演奏が開始するんですね。そしたら一番最初から皆さんこんばんはって解説するでしょ、演奏者がですよ。これ今みんな何も思わないけれど、むしろトークができない演奏者の方がダメだって言われる時代でしょ。だけど当時そういう常識じゃないところでいきなりバッと音楽が本当に生活化している姿をドーンと見たもんですからね、びっくりしました。でもう一つ驚いたのはですね、あのバイオリンこう弾きますよね、それでうわーって想像できないぐらい体を動かすんですよ。まあ今弾力首振ったりなんかしてそれはやりすぎじゃないかっていう人いるけれど、もうそれどころじゃない大騒ぎで、うわーって4人がね体揺れるんです。もうぶつかりそうにね。それでハッと気がついたんですよ、この電球はね演奏者が揺れてもこの火は揺れないですよねところがね演奏者が揺れると空気動くでしょ、そうするとねろうそくが揺らぐんです。でそれがね、演奏者の心熱意表現と、光が揺れるのがね一致するんですね。さらに天井が高いとジャンチャカジャンチャカジャンチャカジャーンって言いますね。そうすると炎がワーンと揺れて、揺れてるってことは空気揺れてますね。その揺れてる空気が上の方行ってどうなると思います？ビーズのシャンデリアですから、そのわずかな空気の揺れでシャラーンシャラーンってこう言うんですよね。もう大変に驚きました。音楽の表現の仕方ね、表現の仕方っていうのはこのホールの空気を動かし炎を動かすところまであるんだって感動して、私はその後30年40年そこまで文章を書きました。で今回のクリスマスコンサートもうちもみんなさて入れてやりますよ。で、音楽の生活化したような曲ね、それをやりますが、これから話すね話っていうのはね、何十年も経った今話せるっていうか分かったことがあるんです。それを今日はねちょっと話したいと思います。それはですね、どうして高齢者ばかりのお客さんなのに、でまたあんな豪華な宮殿でお客さんも清掃してるのに椅子が貧しい、お尻が痛くなる木の椅子なのかっていうことは分かんなかったわけ。分かんないから、なんであんな宮殿が綺麗なのに、木の長い椅子か、長い椅子、一人一人のちょっとお尻も痛くない椅子にステージいいじゃないかと思ったんですね。でもそれはなんかね、聞くのが失礼かなんか本能的に僕聞かないんで、何十年過ぎました。で最近分かったんです、長い椅子である理由が。僕はねこの年齢になって分かった。まずいいですか、
椅子が木っていうことはね、僕の年齢になったらね、普通のお客様お尻1時間持たないですよ、痛くなります。でね、実は驚いたのは20分演奏をやってね、休憩って言うんです。で休憩が60分は取ってありますって、これ間違いじゃないかと思ったの。演奏よりも長い休憩ね、その意味がもうだんだん、その意味はだんだん分かってきました。それでその60分休憩して、その後また20分演奏なんですよ。すなわちね、音楽お腹がグーグー言っているのに、演奏を聞いてまだお腹空いてるのにアンコールっていう、そういうんじゃないんですね。要するに演奏会っていうのは演奏大事だし演奏者も大事なんだけど、演奏者とその真ん中の60分間を本当にシャンパンも飲みながら飲むんでしょって、ね、飲みながらお話をするっていう、また皆さん同士がお話をするっていうことが演奏会の目的、すなわち人と人が触れ合うっていうことが目的で、そのために演奏があるんだっていう考えであることは分かった。で、驚くべきことは、階段の途中やなんかでも、いやいや、こっちをってこうやるでしょ、と手で持ってるシャンパングラス、手が冷たくなるじゃないですか。床に置けないでしょ。そうするとね、階段の途中でも、なんか周りに穴があるんです。で、その穴にポンと置くんです。そうだって上がってね。でそこで私は、自分でホロを作ると、必ずその、ロビーはシャンパンが置ける棚を作ったんですよ。ここは本館ですけれどね、ライブ館ちょっと行ってください、ちゃんと作ってありますよ、ね、お客様をお迎えするときには、そういうシャンデリアのシャンパン、グラスを置く棚があるんです。さて 本題です、ね、なぜ長い椅子か、自分が分かったんですよ。その反対の話ちょっとしますね。ある時私たち日本人のお客さんがいっぱい集まるね、ところでささやかなコンサートやったんですよね。それでちょっと遅く来た人も、まあ、遅く来た人がいけないんだけど、あ、すいません、ちょっと隣にずれてくださいってやったらね、その人カンカンに怒ってね、俺はこの席が いいんだからって言ってね、プッとこう怒って帰っちゃった。でそんなこともあるうちにね、僕自身がある時、かなり年齢が高くなってから長い椅子に座って聞いた時、あることが分かったんです。それはね、隣の人が刻々と感動したり感動しなかったりすることが、はっきり言って心臓の音も聞こえるんですよ。っていうのかな、体の震えが分かる。ものすごい感動した時、それ体で表してるんですね。でそれがこう肘があって、一個一人一人 この離れてるのと、これがなくて、長い椅子に座ってるとね、考えられないぐらい伝わってくるんですよ。要するに、なんか演奏のドラマが隣の人と全くもう同じ、まあ時は違うとこもあるけど、生々しく伝わる。そうか、木の椅子っていうことはたった20分間でいいんだな。そして隣の人とちょっと逆に足などもちょっと時には触れたり、肩が触れる、それが感動を共有してるっていうことなんだな。でこれを日本に帰ったらやろうで始めたのがこのキャンドルコンサートなんです。ですからね、キャンドルコンサート、今度は消防署には行けないんだけれど、もうそれこそ演奏者の隣のステージの空いてるスペースもお客さんが上がっていいし、それからできることは長椅子がいいんですよ。今うち長椅子ありますけどね。すなわち感動のドラマを全部分かち合う。もう単に耳から聞いてなんか思って終わってから感動するんじゃない。終わってからのロビーで話すのもいいですよ。だけどすごい感動したのに、終わったらバーッとみんなコンサートホールの場合、帰っちゃうじゃないですか。だから重要なのはむしろコンサートの真ん中でね話して、それでまた残りの20分をね
聴くっていうのがね、これ本当に音楽は生活化されて隣の身も知らない人とも、体を通して、感動のドラマ、一瞬じゃなくて感動と感動の間のその感動していくドキドキも感じる、これが本当のコンサートだな、本当のキャンドルコンサートだなと思うんです。あります。ぜひ皆さん、12月のキャンドルコンサート、ホールデーのコンサートも大事だけれど、この建物のこうロビーもあるところ、それから隣同士がちゃんと触れ合う、そういう場所もうんと大切に思っていただいて、感動いっぱいの姿をね、広めていただきたいと思います。大素晴らしい、大素晴らしいね、大素晴らしいな。言えない言えない、そんなに重みのある言葉言えない。やっぱ実際自分がやってきてるわけですから、本当にもう刺さりますよね、心に。まあそういったですね、非常に意義のあるコンサートであると同時に楽しいわけ。やっぱりね、人間って楽しくなかったらダメだと思うんです。でね、新堀先生も新堀ギターも何が一番すごいって、聴いてる人をどれだけ楽しませることができるかってことに重きを置いてるのが一番すごいと思うんですね。だってね、ミュージシャンミュージシャンって言いますか、芸術をやっぱりね、なんつ突き詰めてったら、そりゃあね、最終的にはもう本当に多分現代音楽ですとかね、現代アートとかね、そっちのまあ難解な方向に行くわけですよ、どうしたって。でもね、行かないの、行かないの、行かない行かないのね。ワンダフルモーニングなんですよ、そこに行き着くわけなんです。キャッチ、ポップ、楽しい、ワクワクする、それがね一番すごいところだと思う。それがこのクリスマスコンサートにも現れてる。何かというと、まず出演者が全然違う。これ難しいな、早口言葉。まず出演者が全然違うね、ハキハキ言いましたね。何かと言います、まず12月の2日西荻公園ありますよ。こちらは出演がニーボリギターアンサンブル、まあ、世界を股にかけて活躍している最高峰ニーボリギターアンサンブルが出演します。12月6日第1部第2部2公演あります。出演ニーボリギターアンサンブル同じく、そして12月9日は市ヶ谷公演、ルーテル市ヶ谷にて、これ出演するのがダンロク&トゥインクル、きたー。さあ、そして12月13日にはなんとクリスマスパーティーですよ。こちら国際新堀芸術学院のオーケストラスタジオ、出演は新堀ギターアンサンブル。12月の18日には横浜公演、神奈川県立音楽堂にて新堀ギターフィルハーモニーオーケストラ、すごい。これ新堀先生も指揮を振っちゃうし、おしゃべりもしますね。あ、ちょっと抜かしましたけど、12月11日の金曜日にも相模大の公演がありますね、相模女子大学グリーンホール玉時ホールでニボリギターアンサンブル。そして最後12月20日はアルティメイトエナジー、これはライブでございます、バンドでございます、こちらがニボリライブ館ライブハウス N にて行われるということで、出演するグループだけでもニボリギターアンサンブル、ダンログトゥインクル、ニボリギターフィルハーモニーオーケストラ、そしてバンドと、すごいじゃないですか。だから例えば、いや僕はね、弾録のファンだから弾録公演行きますっていうのもありでしょ。いやいやいや、新堀先生の指揮見たいよ、お話聞きたいよ、横浜でしょ。いや、新堀ギターアンサンブルね、お食事しながらね聞きたいんですよ、パーティーでしょ。すごいんですよ、ありとあらゆる需要に全て応えましたと。これね、言うはやすし、行うはがたしですよ。これ大変ですよ、実際やってる方は。そりゃね、重田さんも収録に来れなくなりますよ、そりゃ。ね、もう裏事情言ってしまえば。そのぐらいですね。そのぐらい、もう本当にかけてます。このクリスマスコンサートに。なので、ぜひとも番組をご覧の皆様、どこかの公演とは言わず、いろんな公演に来てほしい。まあ全部来れればね、来ていただきたいんですけども、例えば、横浜で、ニボリギターフィルハーモニーオーケストラ、ニボリ先生の指揮も見て、ニボリギターアンサンブルの演奏お食事しながら撮って、弾録のコンサートも聞くとかね、まあ、そういった多目的、いろんなねコンサートを欲張って、やっていただきたいと思います。ということでね、
なんと出るのはニーブルギターフィルハーモニーオーケストラだけじゃないの。この日デビューする団体あるの知ってるね、スワンっていうね、とっておきのね、とっておきのグループがですね、なんとデビューするんですよ。あの湘南サロンコンサートでね、国際日本芸術学院の主催するコンサートには出演をしていたんですが、なんとここでね、ついに大舞台でこのスワン3人娘ね、これデビューします。新堀先生の直属ですよ、直属の弟子ですよね、こちらデビューしますんでね。そしてさらにゲストとしてベティ奥島さん、ジャズシンガーですよ、このベティ奥島さんとの共演も見逃せない。それがこの12月の18日の横浜公演となっております。そのぐらいですね、もうほんと12月はもう 2日からですから、もうほんと12月入った瞬間、あと2週間後ですよ。もう数日後ね、収録がもっと前なんてね、ね、1週間じゃない、数日後からこのクリスマスコンサートが始まりますんでね、ぜひとも皆さん12月はたっぷりと音楽で楽しんでクリスマス充実していただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということでお届けしてまいりました、 N ナビでございます。皆さんいかがでしたでございましょうか。これ N ナビですが、12月もちろんね、あの放送するんですが、1月スペシャル番組をお届けしたいと思います。このニーブルテレビで人気の番組 N ナビ、弾録のミュージックストリーム、トゥインクルのキラキラストリート、これ3つの番組ついに初めて1つになります。全員集合しようじゃないかというのが実は1月の企画に上がっておりますので、皆さん楽しみにしててください。すごいことになります。私やりたい放題やらせていただきます。全てもうね、やろうと思ってた企画ここで全部出そうと思いますんで、ぜひともご覧いただきたいと思います。放送は1月を予定しております。新春スペシャルということでお届けしたいと思います。ついにあの企画が始動するのか、ついにあの人があれをするのか、もうそんなことがですねたくさんありますんでね、ぜひともご覧いただきたいと思います。さあ、ということでお届けしてまいりました N ナビですが、次回12月の放送になっておりますんで、どうぞお楽しみに。それではお相手は私トムでした。それではまた皆さん、さようなら。